吉野さんお疲れ様ですあのダウンタウンの松本さんね松本久志さんに関しましては私ねほとんど知らないんですよ、うん、そもそもテレビを見なくなっても20年ぐらい経つんで松本久志さんダウンタウンっていうのはちょっと思い出にあるんですよね思い出にあるんですけども何かね番組を1回でも見たことがあるかっつったらないし YouTube の動画を見たことがあるかっつったらないんですよ人づてになんか松本アウトみたいなことは聞いたことがあるんですけども何のことか想像がつかないんで みみんんんなななななががね、ね、ーっっとと笑てててていいも、私だけかか取り残されてるるたいな、ね、そんな経験あこです。まあでも想像するにダウンタウンの松本人志さんっていうのはいつの間にかその業界の重鎮でありトップに訓練していてねでちょっと昔のビートたけしさんとか明石家さんまさんみたいな地位を築いてるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、要するにその辺りで世代交代っていうのが考えられるのかなと、うん、でそのぐらいの重鎮になってしまえばあの多くの人がねこう考えると思うんですよ この人に嫌われれたらやっていいいけななかもしれないと逆にこの人に気に入られたらもしかしたらねチャンスがあるかもしれないとそういうふうな魚心水心っていうのがあると思うんですよね。で松本さんに限らずそのトップの芸人さんっていうのはちょっとね自分の弟子とか関わりのあった人に声かけてあげると喜ぶと思ってるんですよね。お前ちょっと飲み会来いやみたいな感じで「あわ分かりましたありがとうございます」みたいな感じで「あ俺もさ松本さんにさ 飲み会誘されちゃってさみたいなねそれはなんか一部名誉なことだと思うんですよでそこを皮切りになんかね目かけてもらえるんじゃないかなって期待する気持ちもあるとまあいわゆるそういったバイアスが働くし忖度も働くと思うんですよこれはもう人間関係の中でしょうがないですよね取引先の人に嫌われちゃいけないからっていうんで、えー、なんか贈り物したりねその人に気に入るような話題を仕入れていくみたいなことはあの一般のサラリーマンでもよくあることですからねうんだからそれが 芸の世界とかになると私たちとはちょっと違った常識でかなり尖っているところも分かると思うんですよ。で、まあ、法律をね破らなければ大体のことはやっていかれると思いますし法律を破ってもそれが慣習として日常的に行われるんだったら法律で裁くこともできないというふうな例もあるんですよね。そうなった時に例えばダウンタウンの松本さんに若手芸人がね使いっぱしにされても 人権問題だとかならずにいや俺松本さんにさいろいろ頼まれちゃってさもう酔っちゃったよみたいな感じで逆に自分のポジションを築くための芸の肥やしにするんじゃないかなと思いますし女性のねモデルさんとかあの若手のアイドルさんとかがダウンタウンの松本さんに合コンに呼ばれたら多分ね喜ぶと思うんですよ。ね。少なくとも「えなんであんな親父に呼ばれたのダサ?」とか思うのかなどうかなと思います。そこももだかから、心心に水心かもしれませんよね まあでもね女性によくあることだと思いますけども例えば10代の頃道を踏み外してその裏の世界に入ってね、えー、まあいろんなね性的なビデオに出てしまったとかっていう経験をお持ちの方がねその時はそれでしょうがないと生きるためにはこれで、えー、やっていくしかなかったんだっていうふうに自己納得していても時間が経ってある時ね人生やり直そうと思って本当の恋愛が始まった時に過去の自分をものすごく後悔することってあると思うんですよね。つまり時間が経って 振り返ってみたらなんてとんでもないことをしちゃったんだろうみたいにまあなんか罪の意識に苛まれるとかねそういうことってあると思うんですよでずっと隠し通すべきなのか告白するべきなのかそれともいろんなところから自分の覚悟がバレてしまうんではないかなっていうふうに心配してしまってねそれがなんか精神的に参っちゃうみたいなこともあったりとか正直にその新しいパートナーに打ち上げられなかったりとかっていうのでギクシャクした環境を生んだりとかね、まあ、その最の最ものが例えば 芸能人がね、これ松本人志さんとは言わないですけども芸能人の大物が若手に対していろいろちょっかい出してそれで若手の方はねこれでチャンスが開かれるかなと思ったらチャンスはもらえたけども期待したほどではなかったとかねで対価をもらえたけども期待したほどではなかったって時になんだこりゃと思ってねうんなんかこのふつふつと怒りが湧いてきたりとかこれをネタに揺すってやるみたいな気持ちが出てきたりとかしてまあ時間が経った時にね まあそれをおー、まあ、暴露するみたいなことも起きうるかなっていうところですよねもうどうせ自分に目がないんだったらあいつの足も引っ張ってやるみたいな感じっていうのはあると思いますんでまあでもねそういうのを大きな組織っていうのは吉本とは言いませんけどもいろんな形でもみ消してきたわけですよ、うん、でそういったことが今ね難しくなってきてあのまともぞしそしさんっていうのはねやっぱりこう番組出たりとか多くのスポンサーを抱えてる大物芸能人ですよねだからスポンサーが嫌がるんですよね スポンサーが松本人志さんがもしかしたらね性的に変なことしたんじゃなかろうかとでそういったところにお金を出し続けるスポンサーとしてはちょっともうやってられないよねということで手を引くってことはあの10年20年前だったら考えられなかったんですけどももうねここ数年で風向きが変わってもうそれはねもうクリーンに行こうよみたいなね特に上場企業になると国内だけの問題ではなくて海外の取引先もいるんでそういったところにソース感喰らったらもうやっていけないんでね そうなったらじゃあ芸能人切り替えましょうとクリーンな人で行きましょうっていうふうになると思うんですよ。これは法律の枠を超えてです。だからコマーシャルを打つうスポンサーっていうのは、まあ、テレビからね今インターネットを見て芸能人とかそれからいろんな事務所を評価する時代に変わってきましたから裁判で勝訴とか敗訴とかっていうので白黒がはっきりしてもそれ以上に例えば今回の松本さんの件に戻りますとね。松本さんが完全勝訴で 吉何か,から罪がありませんって分かったところで視聴者はどう思うかなとやっぱり力でもみ消したかっていうふうに思っちゃうかもしれないですよねだからその国民感情ってのはのは完全に法律よりも強かったりするんですよ特にその芸能人っていうのはねだからスキャンダルっていうのはある程度は話題になっていいけどもあんまり行き過ぎると知名度になるっていうところなんじゃないかなとそれを芸能界はそのテレビの力と一連卓殖だったんでねあの報道しない っていうことでもみ消してきたりとかしたんじゃないかなと思いますよねまあ、そんなこといろいろ考えながらアンチについて思うわけですけどもアンチっていうのは結局ね自分の解釈なんですよねその解釈が未熟だとあの荒を探したりとか上げ足を取ることしかやらないんですよ、うん、だから人のいいところを見つける能力に長けていれば人のいいところをねコメントで書いて応援しよう励まそうっていう風になっちゃって それは結局励まされた方も応援された方もすごく嬉しいわけじゃないですかだからいい関係が築けるんですよねでもアンチを書く人ってアンチ書かれてやったーって喜ぶ人ってあんまりいないんでねもちろん放送者としては発信する者としてはねアンチがついて一人前って強がる部分がありますけどもできればねあの共感したり応援したりする人がたくさんいた方がいいわけですよ、ね、アンチなんかがね商品買ってくれるわけないですからそういう人の相手してる暇はないわけですよね だだからアンチっててのは干されいいくんだろうなと思いますただアンチと上手に付き合う方法がねもし取れるんだったらあの人気のある愛すべきアンチっていうね見方もこちらの方からできるんですよ。私の方は今ね小島さんって方があの何年もね一生懸命アンチ活動してくれてるんですけどももうね愛しきアンチですよこの方は。もうその人が出てこないと私も放送発信あんまりしたくないなみたいに思えるぐらいのねスパイスみたいな感じですよね。 だからなんかね、漫才のボケとツくミみたいにいい関係なんじゃないかなと今思ってますね。もちろん商品を買うことは期待しません。でも、私とアンチのやりとりを見て、あ、これはすごいねと。俺もその発想が欲しいからっか塾入るっていう選択肢はあり得ると思いますね。まあ、っか塾別にセールスしてるわけでもないですし、ゆるくそういう風に自分の修行と思って、どんなものも受け止めていこうかと思います。それでは、お疲れ様です。